だからタツノコとかはタツノコとか51は多分このゲームの上手くなる適性が多分あって、そのストリートファイターやってる人より多分上手くて、その空中戦を主軸としてるゲームをやってるから、もともとそのアークゲーっていうのは結構スマブラに近い上の取り合いみたいな、空中戦で差し合いするみたいなゲームをすごい得意としてるプレイヤーやから、あとまあそのシステムが多いゲームをやってるから、あのストリートファイターしかやってない人より多分適性が高いと思う。引っ掛け合いみたいな感じだよね。そうそう、だまあ俺からしたら KF に近いなって思うねんけど、でも KF よりもっと多分その メルブラとかギルティとかが近いんかなっていう。で俺あんまそういう地はやり込んでないから、まあギルティ似てるよね多分スマブラと一番近そうだよね。ストリートファイターはマジ全然違うんですよね。まあいや全然違うくはないねんけど、かなり違うな。やっぱそういう意味ではやっぱギルティは良さそうだな。飛んじゃいけない、まあ飛んじゃいけないことはないねんけどね、全然飛んでいいねんけど飛びが弱いっていうね。あースマブラからストライブ入ったけどガード刺して優位の概念がわけわからない。いやそうなんですよね。格ゲーの難しいところはそのガード刺しした後の展開が長いんですよね。スマブラって1回ガードしちゃえば反撃か回避かどっちかは絶対できるやん。でも格ゲーってその1回よりフレームの技ガードしたら次もガードしなあかんから、じゃあどこで割り込めんねんみたいな、相手の連携覚えないといけなくて、それがマジできつい。で相手キャラによって結構違うから、そこがなんかね、そのガードが難しい。そもそも上下左右でガードが変わるから難しい上に、した後の展開を考えなあかんからって感じやね。あスマブラからストに来た友人は振り毒技が全然ないみたいなこと。あそうだね。だから俺スマブラやったら強すぎやろこの技ってめっちゃ思うもんこの技にどうやってリスク背負わすんだオラみたいな一生思ってるから、それはそうかもしれない。結構やっぱその一つ一つの技の隙が大きくて、振り毒技みたいな少ないね。まあバーディのしゃがみジャックパンチとかが割とそれに該当はするっちゃするけど、まあでもそれだけじゃ勝てないしね。やっぱりストファイブはスマブラより知識ゲーム、まあどうなんでしょうね。まあ知識難しいな。知識はでもまあまあ いるはいるかな。いるね間違いない。ギルティはダッシュがあるのが馴染みやすかった。ああそうだね、距離調整が、あのギルティはその近づきたいときに相手に近づいて触るっていうのがすごい直感的にできるから、それはやっぱいいっすね。ストリートファイターは結構その中間距離の読み合いを楽しむゲームで、近距離に行くのが結構難しく設定されてるんですよね。まあ6は違うんですけど、6は結構あの寄れるゲームなんですけど、5はもう本当にあの中間距離の技の出し合いで読み勝つためにどうするかっていうゲームやから、スマブラは知識ほぼいらん。いやそんなことはないけどあのただその連携に対する知識はあんまいらんね。龍拳とかの小足連打に対してどうするかとか、そういう感じで、なんかハメみたいなのが少ない。あでもまああのいやあるけどな、もちろんあんねんけど、 PK ファイア連打とかいろいろあんねんけど、まあ格ゲーよりはその辺は複雑じゃないような気がするね。まあ見た目通りなんか結構多いかな。結局そのガードして有利不利のフレームってやっぱ分かんないからね。あの見た目一緒やから、けど見た目一緒でガード硬直が違うとかそんなんやから、ちょっとそこは難しいね。本当に知識ゲーの部分ではあるね。あとその格ゲーってあの動きの幅の自由度が少ない分、当たり判定の把握がめっちゃ大事で、この技とこの技がぶつかったらどっちが勝つかっていう知識が必要や。スマブラって結構そのこの技が出てるところにじゃあ斜め上から行こうとかさ、なんかこの機動力でこうそれを割とさカバーできるやん。その判定自体あんま知らんくても、まあ、透かして機動力高いから透かせるとか上から行くとか、そういうのは割とまあこう見た目で分かりやすいねんけど、格ゲーはその動あんま動けないから技をぶつけ合うしかない時が結構多くて、そんこは知識がいるね。どちら勝つかはやっぱ把握ある程度人がないといけない。まあスマブラが知識やるとは全く思わないですけど、全然知識やと思いますけど、まあどあのその種類が違うっていうかね、バリバリ知識ゲーだと思いますけどね。スト6は通常技ガードさせて不利が多そうだから割とスマブラっぽくなる。ああだから
スマブラとか、あと 3D ゲームもそうなんですよ。 3D ゲームも、基本ガードさせてフリーじゃないですか。だから要するにガードした側が動けるっていうのがもうルールとしてあるんですよ。鉄拳とかってめちゃくちゃあの人口多いんですけど、プレイヤー人口、まあ、そこもやっぱそのルールが結構分かりやすいっていうのはあるかもね。まあそれでも分からん人も多いねんけど、一応基本的なルールがそうやから、だから割とスト6もそういう風にしてるね。一応まあ暴れ潰しなきゃみたいなのあるねんけど、まあなんかずっと中高下で固められたりみたいなのはなくなりました、ね、基本5分以下になりました。桜井さん、格ゲーは前のゲームだけどスマブラは座標のゲームって。なるほど、なるほど。いや分からんけどね、ちょっとピンとこないけど、まあそういうことなんか。達也の平八はめっちゃ有利技使うよ。まあ平八は結構その有利を取れるっていう技なんだ。 2D っぽいんですよ平八は。有利フレームの技が多いから、それでガンガン固めていけるっていう、なんかちょっと特殊、ある意味特殊でも崩しが弱い、その代わり崩しが弱いっていう、なんか特殊キャラなんですよ。